昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へしばかりに中略。おばあさんが川で洗濯をしていると、上からどんぶらこっこ、どんぶらこっこと備長炭が流れてきました。家へ持ち帰り、のりで備長炭を割ってみると、中から赤ん坊が出てきました。おんぎゃおんぎゃ、備長炭から生まれたから炭治郎と名付けよう。数年後、ほら鬼殺隊に入って鬼退治するだ。書き置きを残し、炭治郎は旅に出ました。道中、いつの間にかできていた妹がいつの間にか鬼になっていたり、犬、猿、キジ、それからイノシシっぽいやつが仲間になったり、いろいろあったけれども、炭治郎は鬼退治に成功。めでたしめでたし。カメネコチャンネル登録よろしくにゃ。